ちょ、待てよ。ちょ、待てって。これさ、全部で6種類のはずなんだけど、俺コンプセット買ったのになんか5個しかなくない？これ。ちょ、待てよ。ちょ、待てよ。マジで。ちょ、待てって。ちょ、待て。これね、どういうシリーズかというと、待ちぼうけユーマ。もう大好きなシリーズじゃん、これ、俺たち。ユーマたちがね、待ちぼうけで座って。かわいいな、この連中。でも、どれか一個ないってことじゃねえのか、これ。ついに発見。スクープ、イエティにグレーにカッパにチパーに、ツチノコ、あ、ダブル、あ、レアカラーっていうのあるぞ、これ。あ、この子レア、あ、レアがないのかな？え、でもコンプセットって書いてあった気がするんだけどな。全6種。もしかしてレア以外の全コンプってことかな？え、間違えたんだけど。コンプセット、レア欲しいんだけど、マジ、土のこの、この黒いの？ちょっと白黒でわかんないけど。マジか。で、今開けたのがね。あ、そういうことかな？レア以外のグレイ。かわいい、見て。グレイ、お、メタリッキーカラーになってるよ、これ。これメタリッキーだよね、ここね。ところどころメタリッキーグラデ、いや、かわいい。待ちぼうけ。早く迎えに来てくんないかな、UFO。僕を取り残して UFO、星に帰っちゃっておいで。UFO、早く、すごい可愛い表情してるね。なんとも言えない、このアングリな表情っていうの、これ。可愛いじゃん。置いてみるとこんな感じ。可愛い。グレイがちょこんって座ってるよ。でね、これがね、俺ね、めちゃめちゃ欲しかった。このメンツの中でも、ね、特に上位で欲しかった、キャッパ。キャッパめっちゃ欲しいっしょ、これ。見て。待ちぼうけしてるカッパ。子早く通らんかな。シリコのまぶち抜いてやりてえな。可愛いツインテの女の子早く通んねえかな。シリコのまぶち抜いて、てか甲羅めちゃくちゃ綺麗じゃない、甲羅。すげえ造形美だな、甲羅。尻尾はついてないんだね、この子。頭の皿があって、くちばしがついてるカッパ。くちばし型のカッパちゃんだな。かわいい、なんかかわいい、顔がみんなかわいいな。お前、置いてかれたんか。うん。UFO に置いてかれて、今3日目。腹空いてるか。うん。これめっちゃいいね、この感じ。めちゃくちゃかわいいんだけど。で、次、これが、何入って、あ、これが、ツチノコちゃんか。あ、ツチノコちゃんだね。あ、ちょっと待ってね。ツチノコちゃんは？いや、これ白黒だからわかん。これレアカラーじゃない？でもこれ。レアカラー入っとった。待って、え、ま、ちょっと待ってね。これ白だよね。白っていうか、いや、ちょっとわからんな。白黒だから。でも、レアカラー確実にこっちだろ。これレアカラーだよね。え、土の子あるの？じゃあ。え、じゃあ何いねえの？嘘？レアカラーあったわ。土の子レアカラー。チャビーン。めっちゃかっこいいね。待ちぼけ。もう誰も探してくれなくなったな。昔はあんなに探してくれたのに、今も誰一人として探してくれないよ。はあ、誰か見つけに来てくんねえか。黄昏れてんな。待ちぼうけ土の子レアカラー。これ、レア入っとった。え、どういうこと？そういうことか、わかった。わかったわ、そういうことね、これね。え、これ業者ミスってねえか、これ。俺やっぱコンプセット買ってるって。だってレア入ってるのにさ、あいついないのおかしいもん。俺絶対コンプセット問い合わせてみるわ。俺コンプセット買ったはずなんですけど、1個ので1個ないのがさ、これ、あ、待って、イエティで、これ、まず、うわ、でけえ。今回ナンバーワンの体格、重みが全然違う、他の連中と。他の連中と、でけえ。イエティすごいでけえな。この重さだ、転がりそう、コロ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 。イエティに土のこレアカラー、レアバージョンに、で、グレイでしょ？宇宙人グレイにカッパ。そして最後ね、これなんと、なんとね、チュパカブ。土のこのノーマルがいないの。これ絶対間違ってない。業者1個入れ忘れてるだろ、絶対。だってレアのさ、土のこ入ってて、ノーマルの土の子入ってないなんておかしいもん。え、コンプ、じゃ、あとで確かめてみるけど、コンプセットって書いてたような気がするしな。いや、てか、俺基本コンプセット買うから、基本的に。だってレア入ってんのにこいつ入ってないのおかしいじゃん。まあ、こうだったらわかんないけどね。レアが入ってなくて土の子だけだったら、よくあるんだよね。レア以外コンプセットっていうのを、ちょっと間違って買っちゃう時あるんだけどさ、レア以外コンプみたいな。全書にコンプセット、カッコレア以外みたいな書いてる、ノーマルコンプみたいなね、感じあるんだけど、このパティン初めてだわ。なんでこのパティン。いや、俺間違ったのか、ちょっと後で確か、いや、チュパカブいいわ。
スポコビいいね。すげえ。結構でかいし。造形かっこいい。グレイに似てんな。僕たちもしかしたら兄弟かもね。そうかもしれんな。昔生き別れた兄弟かもしれんな。俺地球で育ったからこういうフォルムになったけど、お前は宇宙で育ったからこうなったんかなみたいな。チュパカブすげえよ。でもさ、これ土の子ノーマルないんだけど。マジでか、すげえショックだわ。確かめなきゃ俺が間違ってる可能性あるしね。レアは入ってるけど、もともと土の子のノーマルないって書いてるかも。でもそんなことある？ないよね普通ね。だから絶対間違ってると思うんだよな。いやでもレアゲットできてよかった。レアの土の子かっこいいもん。これカラー赤い目がギョロリとしててね。で、イエティでしょ。で、グレイでしょ。かっぱり、チュパカメ。かわいいね、みんなね。待ち儲けユーマ。待ち儲けシリーズ動物とかよく出てるけどさ、ユーマ出るの初めてじゃない？すげえ嬉しい。これ第2弾で3メートルの宇宙人とかも来てほしいんだけど、俺。3メートルの宇宙人大好き。あの、ウンモ星人とかもね。いや、楽しみだ。楽しみなガチャがまた増えましたな。ということで、ちょっと、1体足りないけど、土の子1体足りないけど、ノーマルカラーね。この、待ち儲けユーマっていうガチャの開封レビュー動画でした。みんなもぜひ、ゲットしてみて。俺特に、グレートチュパカブ、俺カッパ楽しみだったんだけど、グレートチュパカブガチャ思いのほか出来が最高で、めっちゃ気に入ってしまった。グレートチュパカブ。ワンチャンモンゴリアンデスアームとか OK。デスアームみたいなどうするモンゴリアデスアルバーム襲来みたいなさ。いや、嬉しいね。しかもレアカラー、あのね、土の子レアカラーあったということは、モンゴリアデスアームもレアカラー可能性あるからね。いや、すげえいいガチャだったわ。ユーマガチャ大好きだから、どんどんユーマのガチャ出してほしいね。第2弾期待しておこう。待ちぼけユーマ。待つ、モンゴリアデスアーム。最高すぎるだろ !3 メートルの宇宙人、待つね。想像しただけで笑えてくんだ。それではまた次回、次のユーマガチャでお会いしましょう。いやーすごい、ここに土の子が欲しかったけど、まあしょうがないよね、残念だけど。てか早く確かめてみよう。あのネットのさ、注文履歴見ればわかるから、ちょっと確かめてみよう。レア入ってたのにな。いやーマジすげえショック、コンプしたいわ。でもあと1体ノーマルだからさ、まあネットで単体で買えるかもしれないから。